今日の第3回目 の取材に来させていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけれども、はい、創立100周年記念ということで、はい、まあ、いろいろ企画されている中でね、私いただいているメールマガから入ってきまして、ホームページ、はい、ゆっくり実際昨日拝見させていただいたんですけれども、ありがとうございます。その中で今もやっている第5弾としてのドキュメンタリーですか、はい、13本ほど放映されていてびっくりしたんですけどもね。あ、はい、それはどのようにその13本選ばれたのかなっていう、すごい気になったんですけども、はい、その辺少しお話し聞かせていただけますか。はい、ありがとうございます、はい、もうここ10年の間に結構ドキュメンタリーっていうのをやり続けていたんですね、はい、ただここ2、3年の間にかなり量が増えて、はい、うん、ドキュメンタリー作品の本当に作品数が増えてるんですよ、うん、でもう監督にお越しいただいたりする機会も多かったり、はい、定着してきていたんですね、当館でドキュメンタリーを見るということを、うん、ただ去年になりまして、はい、人生フルーツという作品があるんですけど、これ椿夫妻といって建築家夫婦 の、生活を撮ったドキュメンタリー作品が全国で15万人見てるとか、そういう状況になっていて、15万人ですか。そうです。これは、ね、昔からこう本が出ていたりとか、はい、口コミで、あ、いいドキュメンタリーだったよっていうことが広がっていて、ドキュメンタリー作品ではすごい異例のことなんですね。口コミで広がっていて、で、まあ、それも、まあ、アンコール上映ということもありまして、それを一応軸として、当館での未公開やってほしかったのに見れなかったとか、あと前好評だった作品とか、まだこれからもなんかこういうのやってほしいみたいな、そういうような作品があって、それをいくつかまとめると13本になったんですね、なるほどね、人生劇場ってのはなんでこんなにずっと、人生フルーツ、人生フルーツか、うん、ずっとね、一番長く必ず入ってたから、はい、それ気になっていたんですけど、いや、これはそういうことだったんですね。そうです、本当におすすめのドキュメンタリーで、お家での農業というか、普通に何か野菜を育ててる人からしても面白いし、お料理が好きな人も面白いし、なんかこういうお庭のことをいじってる人とかもすごく興味が湧くし、すごく人生を、本当にご高齢のお二人の話なので、ご高齢の方たちのそのなんていうんですか、生活ぶりに、まあ、憧れを持っている人とかもいるかもしれないし、まあ、人となりとか、そういった面で近世に触れるドキュメンタリーなんですね、じゃあ口コミで広まったということは、それなりにやっぱり感動とかやっぱりここに来るものがあってね、はい、それを伝えたいということで、はい、広まっていったんでしょうね。そうだと思います。いや、これは私もとにかくぜひ見てみたいなと思います。お待ちしております、はい。